はい、こんにちは。フラットチャンネルのパパでーす。今日はですね、こちらは七尾です。能登里山街道を走ってきまして、和倉温泉方面に向かっております。まあ、まっすぐ行くと和倉温泉の方なんですが、次の信号ですね、これ右曲がると和倉温泉駅の方行くんですが、和倉温泉駅の方行きます。今日はですね、寒いのでランチをするんですが、温かいものを食べようかなと。温まるものですね。お昼から手頃なですね、体の温まるものを食べに行きます。鍋です。鍋を食べるんですが、本当にここは穴場中の穴場、まあ地元の人は知ってると思うんですが、そこ行きます。場所分かりにくいので、ここから説明しながら行きますね。これ右が和倉温泉駅、左行くと和倉の方ですね。曲がりまして、ゆっくり行きますよ。はい、左の方、これ幼稚園があるんですけど、この左の細い道のところ、この道のところにね、鳥鍋能登って見えますか、ちっちゃいの。ここです、ここです。これ鳥鍋能登、矢印書いてあるでしょ、ここなんですよ。この細いところ行くと何にもなさそうなんですが、この左が駐車場なんですが、ここです。ここ曲がるとですね、実はドライブイン能登、これですよ。ドライブイン鳥鍋能登、今日はこちらでランチをしたいと思います。車止めます。場所はですね、七尾市一崎西になりますね。和倉温泉駅の近くです。だいたい距離にするとどうでしょう、和倉温泉駅から300メーターぐらいですか、だいたいですけどね。徒歩で5、6分というとこじゃないですか。車ならすぐです。はい、ドライブイン、まあ、ドライブインって言っても奥入ったとこなんで不思議ですよね。営業中の看板出てたらやってます。中がね、こんな感じなんですよね。知らないと入りにくいでしょ。どこかなと思うと左の扉見てください。食堂って書いてありますね。ここがお店の入り口です。ここです。お邪魔します。一番角の席、着席しましょう。ここです。よいしょ。さてと、何食べるかな。柏、塩と豚、うん、ご飯2つ、うん、ご飯2つと、ほら書いてないの、うん、ラーメン玉は、ごめんね、ちょっと時間待ちました。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。柏鍋塩と豚鍋の塩、はい、ミックスで、ミックスしてくれれば。であとご飯を2つ。はい、メニューです。こちらはね、鍋でも塩と味噌があるんです。味噌はね、どこでもあるんですけど、鶏野菜味噌っていうのはあるんですけど、塩、これはなかなか珍しいんですよ。でおすすめは柏鍋、鶏鍋ですね。これの塩がおすすめです。500円ですね、1人前。これが非常におすすめです。であとはですね、おにぎりご飯ありますが、ラーメン玉とかうどん玉、メニューに載ってないんですけど、裏メニューでありますので、
締めにどうですか。店内です。なかなか激渋ですよね。昔ながらのお店です。はい、ごめんなさい。はい、すいません。はい、ありがとう。あ、大丈夫ですよ。はい、はい、ありがとう。さっきひどい雨だった。ね、はい、うん、さっきも言っとく、あのラーメン玉一つ、うん、お願いします。はい、ありがとう。美味しそう。うん、初めて。味噌味しか食べたことない。塩がね、ね、塩はもうここだけで。写真撮ります。美味しそう。うわ、すごい。はい、ありがとう。それすごいね、お茶も。もうすでに火にかけて熱々の状態で来るので、来て火にかけてすぐ食べれる状態ですね。で、かしわと豚のミックスにしてもらいましたので、鶏のうまみと豚のうまみがいい感じになってますね。いや、これがね、本当に野菜の甘みと鶏のうまみ、そしてこの塩ですね。この色は塩なので薄いんですけど、本当に美味しいんですよ。鶏です。美味しい。で、スープがね、こんな感じですよ。これもう本当に旨味が詰まった感じ。こういうね、寒い時はなおさら美味しいですね。こういうのはうまい。ママさんも豆腐と豚肉ですね、これは。先ほども言いましたけど、メニューにはないんですけど、追加でラーメン玉とかうどん玉とか追加できます。200円ぐらいだったかな。そしてこのご飯がね、柔らかめなんですよね。昔ね、本当に小さい時に食べたご飯ってこんな感じだったなというような感じです。柔らかいご飯。はい、はい、ありがとう。ちょっとタレ入れてみたい。あ、すいません、ありがとうございます。美味しいでしょ。うん、美味しい。もうちょっとあるから入れます。うん、はい、ありがとう。はい、ラーメン玉来ました。これをね、ちょっと具が残ってる状態で入れると、完全にこれ塩ラーメンですよね。美味しい塩野菜ラーメン。鍋の締めというとやっぱりうどんとかラーメンっていいですよね。
韓国のおかゆです。うん、そうですよ、ね、うんうんうん、あったかい、うん、感動よ湿度で、あ、なるほど、いい感じ、いい感じ、うん、調理場も食べてます、ここも食べやろ、あ、そうか、うん、あっちもこっちも火使って、うん、みんな気をつけてね、はいはい、ありがとうございます、ありがとうね、1500円です、はい、ね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうね、はい、ありがとう、自然味で、ね、自然味で、美味しかったです、はい、ごちそうさまでした、水はどこでもあるのね、うん、野菜もね、美味しかったです、美味しかったです、鶏肉でも人気あるんですよ、柔らかくて、本当に、なるほど、臭いも甘みやしね、うん、本当にありがとうございます、ごちそうさまです、あ、ごちそうさま、はい、ありがとう、ごちそうさま、ということで今回は七尾市和倉温泉の本当にすぐ近くにあるドライブイン能登激渋の鍋料理食堂、50年以上営業しております、お母さん一人でやってるので、混んでる時は少し時間かかるかと思いますけど、待つ価値はあると思います、とっても美味しかったです、冬に本当にいいですね、素朴な味の塩鍋、最高の昼ランチでした、和倉温泉近くです、寄ってみてください、じゃあねー、バイバーイ。